やはり曲面になっておりますので、その曲面のパネルに合わせて太陽電池セルを貼り付けるというところが一つ難しかったところがポイントです。今すぐには商品化は難しいかなと考えております。やはりこの太陽電池セルが人工衛星で使うような特別なものですので、そこの太陽電池パネルの低コスト化、ここが一つポイントになるかと思います。そして今